おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人法制局スタッフ T です。いつも文化人法制局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。規制法改正案が衆院通過7日に参院で審議入りということで、衆議院で規制法改正案が通過しました。で、これ関連で、首相与党にシュークリームを送る、規制法混乱でお詫びかというふうに言われていまして、衆院での採決の日程が れれたたこことととへののお詫びの気持ちちも込めたと見ららるといいう,うに言われていますねでこちら自民党小泉進次郎氏自民党が惨敗しギアした2009年衆院選よりも厳しいネットの反のレジ袋が始まりだろう移民や再エネや LGBT とか国民の嫌がることばかり推進するからだろう保守路線で行けば票を取れるのに本当にうまし方な岸田自民はというふうなネットの声も上がっておるようですね。 小泉進次郎さんもこういうゲアの時よりも怖いというふうな記事が出ておりますね。でこちら、横浜市や青森県の自民党の地方組織、岸田首相に退陣要求、会見断念なら保守派激怒、浜田国対委員長、憲法改正は厳しいというふうに言われていまして、もう地元の方からもうこんな声もどんどんと上がってきておるんですね。 そして、こちら、カル田さんですけども、岸田首相が秋の自民党総裁選前の解散、総選挙を見送る方向と読み売り、2009年衆院選で自民は300議席からマイナス181で、実に3分の2が落選し、119議席となった過去がある。安倍政権下では史上初の国政 選挙6連勝を記録したものの、これを支えた保守現実派は、岸田左翼政策で完全に見限った。誰が考えても唯一保守現実派を呼び戻せる高市さないしが後継だろうが、四国公明党が阻止に動いているので厄介。総裁選は微中勢力 vs 高市の様相へというふうに言われていまして、本当このまま行けば、こんな感じでこれぐらい、悪夢の300議席から181減るぐらいの、 それぐらいの衝撃がね、さっきの小泉慎二郎さんの話ではないですけども、で、ゲアの時よりも厳しいというふうに言われていますので、で、200議席ぐらい下がる、少なくなる可能性ももしかしたらあるかもしれませんよね。181議席より以上減ってしまう、そんな可能性もあるかもしれません。本当に高市さないさんがならないと、で、安倍元首相の頃のように、日本は、 あよくならないし、その上で選挙に勝つこともね、できないかもしれませんよね。で、島田地さんが先ほどのポストを引用されて、影響力の大きい麻生太郎さん、菅義出さんの安倍名友良氏が高市で行こうと決めれば可能性は大いに高まる。鍵はそこだろうというふうに言われていまして、でこのお二人が高市さんをで行こうって決めてくれたら、本当におっしゃるように、 えー、いろんな展開が、また新たな展開が見えてくるかもしれませんよねで。さらにこれを引用されて、川田さんが、解散見送りで9月の総裁選に焦点が移る正解。C 国のやり放題を許す美中政権、政治家の政権たらい回しで日本はこのまま第二のウイグルへの道を歩むのだろうか。それでも安倍元首相の名誉だった流力者は自分の思い通りになる政治家という第一基準で動くと、政治部記者、このまま日本は終わるのかというふうに言われてまして。 ねえ自分の思い通りになる政治家を選ぶのか、それとも日本のことを本当に考える高橋さんのある方を選ぶのか、ここをかなりこのお二人がキーマンということを改めて感じさせていただきました。で、こちら、自民瞑想、政権求心力は低下、規制法改正で国会混乱、首相孤立が影、統治不全にというふうな記事も出ておりますね。そして、高橋さんですが、自公意の連立可能性が少し高まった、政治資金規制法、 案の修正めぐる政治決着、口だけ立民が最大の功労者という皮肉とこういう高橋さんの分析を出されていますね最大の功労者は口だけの立憲だというふうに言われていますねねこちら立憲民主党は自民党を責めたかったが結局政治資金パーティーの全面禁止は口だけであることが分かってしまった岡田,勝也、えー、岡田幹事長や大串選対委員長ら党幹部がパーティー開催を予定していたことが破格したからだと これで自民党は少しの修正で乗り切られると踏み、公明党や維新も立憲民主党の反転の力を背景とした強行論を主張しにくくなった。この意味で今回の自民党の修正案の最大の功労者は立憲民主党とも言えるのではないかと言われてまして本当に皮肉なことですね。まあ、こんなことばっかりしてたら日本が本当に良くならないなとつくづく思いますよね。 で、えー、いろんなことがあ政策活動費のこともバーって書かれていたり、えー、いろんなことが書かれていますけども政治資金の件でね。でいずれにしても維新を含む野党の共同要求だった企業団体献金の禁止と連座性強化は国会今回の自民修正案には含まれなかった。医者は今の会計責任者は単に トカゲのしっぽ切りだと考えるそして、議員自らが会計責任者になれば、連座性は最高に強化できると思っている。一方、今回の決着を政治的に見れば、今の自公連立の次には、維新を加えた自公意連立の可能性が少しだけ高まった感じがすると。そんな感じで、高橋さんは分析されてらっしゃいますね。この点も今後大きく影響するので、注目ですね。そして、こちらです。あ、これ先ほど紹介させてもらった記事ですね。まあ、念のため、 補足として読ませていただきましょうか。自民党横浜市連の？ 会合で小泉進次郎氏が自民惨敗議案2009年衆院選を伝統にあの時より怖いあきれて言う気もしない人が増えていると継承300議席からマイナス181で実に3分の2が落選し119議席となった時より厳しいと確かに自民党に投票するなどといえばお前大丈夫か頭と言われる雰囲気国政選挙6連勝っていつの話というふうに言われてますねいや本当にそれより厳しいといえば200議席ぐらい 減らす可能性もあるかもしれませんよね、ほんとね。そしてこちら、カルタさんですけども、岸田首相の地元、広島で、私は3年前に高市政権ができていたら、という話を聞いた。たとえ地元でも、いや、地元だからこそ、この南極に岸田さんではまずいと分かっていたのだろう。この3年、日本は従にされ放題、尖閣の侵入日数は更新され、緑は潰されてソーラーパネルだらけになり、移民が押し寄せ、靖国神社には放尿 それでもまともな抗議さえできない。唯一、保守現実派を呼び戻さる高市氏も、四国公明がタッグを組んで、阻止へ、国を売れる日本人は一体どこにというふうに言われていますので、本当にこれを、国を思う方たちとですね、連携して高市さんを応援していきたいですよね。はい。こんな感じでも言われていますね。そしてこちら、浜田議員。 蓮舫氏の外宣は完全な公職選挙法違反。放送した ANN も同罪、政府は調査すべき。そんな風に声を上げてくださっていますね。こちら。ね浜田議員、めちゃくちゃいい仕事されますよね。NHK と浜田議員、東京都都知事選、都内の街頭演説で蓮舫参院議員が、都知事選に、 挑戦します。ご支援お願いします。と、その後に江田さんがみんなで蓮舫さんを勝たせましょうと発言された。完全に事前運動だという意見が多数を占めていると。これ国会でしてくださったんですね。いや、もうほんと浜田さんには感謝だなといつも思っております。そしてこちら。 都知事選、連邦の公約、日本共産党が勝手に作成、わらわら。スウェーデンの国家予算並みの豊かな財政力を活かそう。ネットの反応、さすが共産党、スウェーデンの付加価値税が25%バーという都合の悪いことは書いていないな、わら。北欧諸国は徴兵制だってことも書いていない、わら。というふうに言われていまして。はい。<laughs> 勝手に作ったものかもしれませんけどもね。すごいですね。 そしてこちら、都知事選、蓮舫氏を支援、社民党というふうなことも言われていたり、また、高橋さんが都知事選の図式を読み解く、蓮舫氏の国政と絡める戦略に違和感、小池梨子氏は人通力落ちたが現職の罪を生かすかと、そんな感じで高橋さんは分析されていらっしゃいますね。本当に、この都知事選っていうのはどうなってしまうのか、むちゃくちゃ注目ですけども、ちょっと見ておきましょうか。現時点の勢力図はどうだろうか 都議会は5月27日時点で、原因119人中自民党が27人、都民ファーストの会が26人、公明党が23人、共産党が19人、立憲,共立憲民主党が15人、その他9人だ。都民ファースト、自民、公明が小池氏を押すだろう。蓮舫氏は立憲共産が支持する。小池氏が選挙に強いという人通力は落ちているが、現職の強みがある。 蓮舫氏も参院選東京選挙区でかつての勢いはない。蓮舫氏は都知事選に負けても次期衆院選の新東京26区から出るとの観測もある。出馬会見は衆,衆院選向けの意味合いもあると考えれば納得しやすいというふうに分析されていらっしゃって、まあそういう狡猾な狙いもあるのではないかというふうに言われているんですね。また、バズル市長、石丸氏、選挙戦を経てどこまで勢力図を広げられるか、都知事選出馬ということで、 えー、ザクザクさんがね、こんな感じで、夕刊フジさんがインタビューされたようで、このような話も出てきておりますね。そして、こちら、土地選出場の石丸慎治氏が独占激白。小池都政は7つの0の公約も達成していない。元明石市長、泉氏の指摘にも言及ということも言われていますね。はい、こんな感じで、えー、ザクザクさんがインタビューされていらっしゃるので、ご興味ある方はぜひご覧いただけたらと思いますね。 あ、蓮舫氏についてちょっと述べてらっしゃるので見ていきましょうか。私には国政政党と距離を置くというスタンスが出発点にある。会見でも国政の代理戦争をしている場合ではないと言った。国政政党の代理の人が出てきたからといって自分の立ち位置は変わらないと。それ都知事選について知名度を上げて国政進出を乱すのではとの見方もある。元赤市長、赤市長の泉氏は X で1期目の途中で投げ出すことも疑問だと発信するなど厳しい指摘もあるということなんですね。 石丸氏はわざわざ知名度を上げなくても広島県内でも結構有名な方の市長だわら。参院でも衆院でも広島ならその必要はないと否定し、うこうも語った。厳しいご意見の単に口が悪いとの混同しない方がいい。泉さんのはさんのは感想ですよ。自身が3期12年務めたから。 だからなんだ。例えば、5期20年勤めた方が偉いのか。単なるポジショントークだ。私は1期4年に携わっただけで、財政状況は好転できた。余力のないところで切り詰めて未来の投資に移し替えた。東京都でそれができれば何倍にも力が増幅できるのではないかというふうに語っておられるようですね。はい。このように言われています。皆さん、石村さんのことについてどう思われますでしょうか。ぜひ皆様のご意見など、コメント欄いただけたらと思います。というわけで、あ、あと、そうですね。これもですね。そう。島田さん。 香港都知事待望のインターネット上で取り出たと。私の名前も記事に出ていますと。こちらでも言われていますよね。男香港には高橋陽一氏が財政アドバイザーに就く。この三人なら私は迷う余地なく香港氏だと。こちらの三人を比べておっしゃっていて、本当に香港さん出ていただきたいですよね。日韓スポーツで出ているんですよね。島田陽一さんがああおっしゃったんですよね。 筋の通った保守論客の香港氏は十分な有資格者だ。今手を挙げているどの候補よりふさわしい香港氏が土地になれば自治体の長にとって最も重要な財政運営において高橋と一応アドバイザーにするだろう。それだけでも小池恵利子氏、連邦両氏よりはるかにいいと SNS を通じて猛プッシュというふうに言われていますね。ねえ、本当に香港さんがなったらむちゃくちゃ東京よくなりますよね。 で高橋おじさんも一緒に頑張ってくださると思いますし、いろんな方々がサポートされると思うので、これは期待ですよね。皆さんどう思われますでしょうかぜひ皆さんのご意見などコメントでいただけたらと思います。というわけで、えー、ここから先はメンバーシップレベル1、レベル2の皆さんに向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開です。金具る情報も扱いたいと思っております。続きは動画なんか,からご視聴ください。一般社長さんもここまでです。ありがとうございました。というわけで、日もたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。それではまた。通信最後、やっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日はこちら。 間違いなく怒ってる猫怒ってる表情をしててもかわいいということで見てみましょうはいというわけでいかがでしょうか怒ってますねでもかわいいですね、はい、私も怒った顔しますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた